はい、オルガンライフです。過去に未練のある私、デロリアン114号の組み立てですね。残り16号か、まあ、あと3ヶ月ぐらいですね。で、今回リアクターケーブル、これ非常に細いですので気をつけてください。しかも差し込みにくいです。ここの穴、ここに差し込む、まっすぐ差し込めないんですよね。力入れるとなんか折るような感じになっちゃう。ちょっと細い精密ドライバー系のもので押し込んでみます。これがいいですね。このリングの部分に細い精密ドライバー系のものをこう当てる。ここに精密ドライバー当てて、それで静かに押す。これがいいですね。じゃあ上もやりましょう。刺さってますね。ガチっていかなくてもいいですね。別に引っ張られるところじゃないから、ちょっとこちらがやりにくいな。ラジオペンチみたいなもので挟むっていうのもなんか傷つきそうで嫌だ。マイナスドライバーで慎重にいくことをお勧めしますね。マイナスドライバーで慎重にいってください。細いドライバーとかあった方がいいですね。これで導いて、そして押す。今回簡単かなと思ったら難しいです。最後の1個がはまらないですね。これ先にこのリアクタードラムの方を締めるのが、つけるのがなんかいいような、その指示に通しかったですね。思ったよりうまくいかないですね。最後の1個がはまらないです。いけるか、いけた、はまりましたね。今回の組み立て簡単そうですけどコツがいります。ここ上下間違えないように組み出してください。過去に見れるのある私、デロリアン114号の組み立て終わります。ではバイバイ。